こんにちは。こんにちは。目から鱗の時間がやってまいりました。先週に続いてですね、はい、今週も賑やかに、はい、賑やかかな。なんか固まってますけどね。ちょっとぐったりなんですけど、うん、私あの勢いがごつすぎて。あ、そうですか。すごいよね。僕いつも一緒にいるんで慣れてるんですけども。はい。まあほぼほぼですね。はい、この捨てて答え、うんうん。はい。まあ言えば、うん、パフォーマンス集団ですので、うん、まあどうやって受けるか。まあウエッジの海の親っていうことだよね。いや海の、うん、まあね原点ではあるんですけども、うんうんうん、どうやって受けるか。もう受けることに関してはすごい貪欲なんで、うん、ウエッジめっちゃ学ばなあかんよ。まあね。あ噛んだとか、ね。そうそうそう。それね。それも全部ネタリ性だからね。そうね。そう。だから声が大きい。声が大きい。これだけの大きな声で、うん、テレビに出演してもちゃんとできるっていうのは、うん、やっぱりそれだけのポリシーがあって積み重ねやね、うんうんうん、で舞台の数っていうかその、うん、イベントの数も半端やないんですよ。だってウエッジだってすごい数出てるでしょ年間で言ったら。うん、でも喋ったり歌ったりせずに踊ってるだけからね、うん、いやいや踊るでもすごい。いやもう全然やっぱりその辺は違うね。うん、もう学ばなあかん点がいっぱいあってね、うん、だから、まあ、この前もちょっとね、うん、山本大将のお誕生日会。あ、そうなん。ちょっとまあ、のその内緒の、うんうんうん、まあ、サプライズもあって行ったんですよ、うんうん、そこにまた集まった人がまたええ人ばっかりなんよ。もう中にとって別に。もう山本大将も涙涙のもう、うんうんうん、バースデー会で、で僕も行ってて、まあ、踊らせてもらったんやけど。あ、また踊ったんや。そう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 。自分がめちゃくちゃいいから行く感じ。いやいや、そうじゃなくて。どうなん。なんか、うん、その誕生日会で、うん、まあまた収穫がいっぱいあって。あ、そう。うん。そうね、楽しみやな。なんか、あ、これはちゃんときちっとこういうところは技術的にちゃんと持ってなかったらあかんねやなっていうところとか、うんうん、その、あ、演出って、やっぱり人の心に響くようにちゃんと構成せなあかんねんなとか、うん、あとはね、うん、もうなんていうかな人柄がやっぱりその、うん、パフォーマンスであるとか、うん、そういう、うん、歌とかに出ていくっていうのがね、まあ、ウエッジそろそろじゃコマーシャル行こうか、うんね、またね、うん、はい、本編で、はいはい、ご紹介します。いってらっしゃい。水素水とアスタキサンチンソープダブルで抗酸化作用。もともと、乾燥しがちな肌なんですけれども、洗顔をした後もしっとり感がすごく続きますのでおすすめの石鹸です。1本のスティックで100リットル作れる業界最安値水素水。紫外線予防の王様抗酸化作用のアスタキサンチンソープ。高品質を手軽にアンチエイジング洗顔。おうちでエステサロン気分。では本編ですね。はい、いよいよですか。前回に続いて、はい、捨てて答えの皆さんの来るよ来るよ回なんですけども、はい、山下隊長。隊長隊長もう待った長いねこれもう、何回やるんだこれ。ほんまこの前ちょっと Facebook で見てたんですけども、はい、若さんが、はい、なんかプロレスのなんか選手権でチャンピオンになった。そうやねそれのですね、うん、ことをちょっと詳しくね、ご紹介していただきたいなと思うんですけども、なんか大阪ドーム。そう、自分では言いにくいでしょうから、はい、説明したいと思います、はい、この間、京セラドームでね、はい、タイトルマッチがありましたね、はい、相手がね、韓国のものすごい強いユン・ガンチョルさん、はい、ベルト5つぐらい持ってるチャンピオン。めちゃくちゃ顔怖い、うん、むっちゃガンチョルみたいな感じの人が出てきましたよ。
ん、で若ちゃんも出てきて、はい、ほんでまあ戦うんやけど、はい、これ場外乱闘もあってさ、この巨体が落ちてきたんですよ、そうなんですか。ほんでまあ、若ちゃんこう体大きいから向こうはね、シャープな動きするんで、はい、で若ちゃんもだんだん場外乱闘で息切れてきて、はい、大丈夫かなと思いながら、ね、なんとかかんとかこうリングに上がりましたが、はい、ほんならそこでも大技、はい、最後まあバンバンってこうね、やり合いはするんですけど、はい、やっぱり若ちゃんの圧がやっぱほんまものお相撲さんやから、はい、一発一発がバン重いです、ドスドス言うんですね、うん、ほんでそれで、うん、バーンってこうガンチョルをあの床にバーン叩きボディースラムね、はい、うん、はい、ガーンってやった、はい、そんの勢いが半端ないバーン、いいよいいよ、漫画みたいな、ね、ライブホームドラなってるよ、これリングはってこれトランポリンかっていうような感じで大阪ドームごと揺れてました、すごい、ほんで震度2ぐらいだったよね、ガンチョルゴヨン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 ってこうやってちょっと気持ちを何もとったんやろね、気持ちになってますよ、ガッチャルー言って、その間に若ちゃんロープ登っとんの、ロープにロープにぶわー登って、ガンチャルこうやってボインヤンヤン言うと間に若ちゃん飛んできましたよ、上からぶわー、ボディアタック、160キロがぶわー、怖い怖い、あんなんされたら誰でもあかん、ガンチャルもあれやん、五輪中ですよ、死ね死ね死ね、危ない危ない、いやほんでさ、やっぱりこうこのあの体がロープの上からバーン切ったらなんぼチャンピオンでももうなるからもうダメですよね、ほんでまさかのチャンピオンになりましたよ、J2000 のヘビー級チャンピオンです、なんかほんなんかあのあれですね、防衛戦ももう決まってるんですよね、防衛戦はまあ決まってますね、この間この間ね、一回終わって勝ったんですよ、あ、そうなんですね、ああ、二回目だから、ね、タイトル戦やって防衛戦勝ってね、はい、で今度は9月11日、9月11日、9月11日、はい、日曜日ね、はい、日曜日、はい、場所は場所はあれ何すかや、あの有名なあの大阪、沖縄、はい、何ユニバース、な、何ユニバース、詳しくはホームページをご覧ください、なんでこれ覚えてきてないの、チャンピオン、何だとお前、もう西口プロレスなんで、ほんでね、今度その9月11日にあの西口プロレスさんで、あの長州小力さんとか、あのジャイアント小馬場さんとか有名な人、それがね久しぶりに全員勢ぞろいなんですよ、西口プロレスさんが、そこで若松陽がまたあの防衛戦をやります、はい、ぜひ皆さん見に来てください、ね、はい、その防衛戦のね、はい、合間のステージがありまして、ね、まさか、まさか、そこに、はい、捨てて答えが2人だ、ポスターができてますけど、はい、そのあの西口プロレスさんのポスターに、はい、捨てて答えも持っておきます、はい、はい、すごいメンバーがどんどん来る中に捨てて答えが混じっております、はい、捨てますね、捨てて答え、すごいでしょ、いや、ほんでさ、この間も、この間の夏、7月の終わりですけど、はい、あの、辰本のイベント行ったんです、行きました、行きました、ほら、な、俺ら、すごいですよ、僕ら前座したんですけど、長州小力さんの前座やらせてもらいます、その前の日、前の日はね、はい、勝見さゆりさんの前座させてもらいます、前座ばっかり、すごいよね、すごいよね、7月の31日、はい、メッチも出てましたけど、はい、その時は、はい、明石のスーパーアイドル、はい、イエナの前座をしてもらいます、俺ら前座ばっかりやないかい、ぐらいなってるんですよ、前座ください、いや、ほんでさ、はい、この間もちょっと時間なかったけど、はい、8月6日にね、はい、あの神戸の花火大会、はい、はい、乾杯神戸で、あのメジャーしか出れないステージに、はい、捨ててこたえ行ってまいりました、はい、はい、すごいメンバーですよ、僕ら会えないようなね、ほんますごいイッキング来てましたよ、ね、びっくり、ガンガンガンスペシャル、それにあのーあ、それはあれは今すごい人来てたんですよ、すごい人来てたんですよ、はい、ほんでさ、その時はさ、はい、
あの前半、うん、前半がありましてね、歌の3時間ぐらい、はい、その間にあのテレビのね収録が4本入ってたり、はいはい、でこのケツにねまたあの歌があったんですけど、はい、前半の、うん、トリを取らせて、頑張ってます、捨てて答えと言います、はい、いやほんで今週初めて見た人さ、うん、これ何やって何もやねん、それをさ、はい、自分ら二人でちょっと説明して、はいはい、はい、頼むよ、はい、よろしくお願いします、頑張れ、はい、はじめまして、捨てて答えでーす、おー、一緒に来たからね、仕切り直そう、はい、そうそうそう、はい、捨てて答えとは何ぞやということで、うん、地域を、町をもうみんなで楽しいことをして盛り上げようという活動を行っている集団って言ったらダメですね。集団で言ったらダメです、はい、はい、間違いない、はい、頑張れお嬢、はい、みんなで、老若男女、はい、問わずに、年齢を問わずに、職業とかも問わずにみんなで楽しいことをしたいということで集まった集団でございます、集団でございます、はい、それがね、今あの総勢165人集まってます、はい、あのタレントさんからね、スポーツ選手、はい、子供、おじいちゃん、うん、おばあちゃん、学校の役員までね、あのたくさん集まりまして、はい、日本全国からね、はい、あのご応募いただいて、はい、あの捨てて答えがなっております、はい、あの応募していただいたらね、はい、誰でも入れますんでね、はい、また一緒にね、楽しいことをやりたいと思います、なかなか普段できないことばかりですよね、はいはい、はい、例えば、捨てて答えさんたちに来てほしいっていう時はどうしたらいいですか、よくね、電話かかってきます、はい、それ捨てて答えのホームページにね、はい、もうそのお電話番か、電話番書いてますんでね、そこに、はい、祭りやから来てくれって言ってもらったら、はい、あの時間空いておりましたら、はい、あの一生懸命飛んでいきますんで、はい、各地を盛り上げますんで、はい、よろしくお願いします、はい、この前もなんかね、うん、ビアガーデンっていうんですかね、うん、総合運動公園が、ウェッジの会社なんですけども、出てはりましたもんね、はい、あちこちのね、あれはご当地グルメ、グルメ合戦ですからね、はい、そう、ご当地のね、食べ物美味しいやつあるんですけど、 それが全国から寄ってくれてね、出店出してるんですけど、こら客を集めなあかんぞってね、捨てて答え頑張って行ってきました、捨てて答え、そうですね、お前しゃべるやろ、俺また喋ってるから何のために後ろで、なんかその今度の新曲の風になれの、はい、曲にをモチーフにした舞台をされるそうなんです、志麻さん、その舞台の概要ってどうなんですかね、そうなんですよ、あのね、僕らね、今年の1月10日に僕が喋るんかいね1月10日にね、ちょっとアルバムを出しまして、サチコっていうアルバムを出したんです、あれ歌うよ、歌ですよ、社長が出したんです、サチコの曲のそう、サチコっていうアルバムがね、はい、出まして、はい、5曲入ったんですけど、はい、1曲目から5曲目を聴いてもらうとですね、通して聴いてもらうと、そのサチコっていう女性と彼との出会いから別れまでが物語になってるアルバムなんですよね、はい、そのアルバムの中の物語が舞台になってる、それもう一から全部聴いてもうたらそれだけで番組終わるやん、ほんでそれがめちゃくちゃいい話やから、はい、舞台化の話がいろんなとこから出てきてて、ほんならこの機会に舞台にしてまおう言って、うん、舞台を作ることになったんですよ、はい、ほんで捨てて答えの中でオーディションをしまして、オーディションね、全ての役を捨てて答えで一回やってみようや、うん、選んでみたところ、はい、選ばれたメインがこの二人でございます、はい、彼女がね、幸子役に選ばれました、そうですね、ほんで広いね、そうなんです、はい、ほんでそのこの二人が恋愛する歌なんですけど、はい、その彼氏役に彼、はい、大輔、はい、選ばれまして、はい、うん、これね、幸子との出会いでしょ、ほんで恋人時代、ほんで結婚してまなしの歌、うん、で結婚して2、30年した時の歌かな、うん、ほんで最後に彼が亡くなるんです、はい、その時に彼が亡くなった時の幸子の気持ちを歌にしてるんですけどね、うん、その5曲が1個の CD になってるんですけど、 それをお芝居にしたわけなんですけど、はい、そこにね、この度このお芝居9月4日にね、はい、あるんですけど、そのお芝居に、うん、その NHK にこの間連ドラで出てた、はい、元グレートチキンパワーズの北原まさき君が出ます、有名なドラマいっぱい出てますよ、未成年ですよね、
欲しい、ね、金庫でしょ、なんかいろいろ出てますよね、めちゃめちゃすごい人なんです、はい、出ちゃいます捨てることよいしょっていう、よいしょ、舞台のメンバーなんですよね、そうなんですね、それからね、この舞台のあの脚本と監督をされるね、監督がまたすごい方、ね、東京からね、はい、あの監督呼びましてね、はいはい、あの松竹映画と、うん、それとこの間は角川映画を作った監督を呼んで演出してもらってね、当日あのカメラも回してくれるんですよ、すごいんですよ、それと明石のスーパーアイドルの家奈ちゃんが舞台初挑戦で、これまたすごい話ですよ、テレ東で共演します、はい、そういうね、お芝居が9月の4日にあるんですけど、はい、今ちょうど練習中でしてね、はい、みんな一生懸命練習してるんですけど、これでも映画お芝居になりそうですよね、なるよ、9月の4日にどこであるんやったかな、大輔明石の、はい、はい、ホールであります、何ホールですか、大輔ちゃんとせよ、お前ちゃんとせ、明石の有名なとこや、はい、わかる人、はいはいはい、じゃあ、お嬢よかった、はい、お嬢、はい、明石の四五千ホールでさせていただきます、はい、四五千ホールは何ビルやったかな、タルニー、はい、ですね、ネガビルです、アスピア明石それー、はい、アスピア明石ね、駅から徒歩3分でございます、はい、はい、それもね、また今あのチケットをね、はい、販売しておりますけど、はい、捨ててごたえトップでね、はい、検索していただきましたら、申し込み方が書いてありますので、はいはい、皆さんたくさん見に来てほしいと思います、はい、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、ということで、はい、その今説明させてもらいました、はい、サチコあるでしょ、はいはい、その一番最初にですね、サチコと彼の出会いの曲があるんですよ、はい、せっかくやからこれを一曲歌いたいなと思って、そうですね、歌って大丈夫なんかな、これ大丈夫、じゃあ歌わせてもらおう、はい、じゃあ捨てて答えで、はい、ただ嬉しくて、
走る無邪気な笑顔あなたと歩いていたい離れたくないあなたの横顔ずっと見つめていたい時間よ止まれただ嬉しくて切なくあなたのこと思い出し二人だけの夢叶えたくてこの想いを募らせるただ嬉しくて寂しくてあなたのこと思い出す二人だけの夢叶えたくてこの想いを募らせる僕は幸子に恋をしましたそんな幸子を思うとただ嬉しくてそんな幸子を思うとただ切なくて僕はこれからもこの思いを募らせますありがとうございました。聞き入ってしまいましたね、ウエッチ、ね、どんな舞台になるんだろうね、見たいね、舞台も見たいね、うん、ええ歌やな、なんかウエッチ、ウエッチ、今の聞いてちょっと感想をちょっと言うて、うん、舞台見たら泣きそうですわ、多分泣きそうですよ、うん、じゃあ舞台見たらちゃうやん、この歌の歌やからもう歌でもうるうるしてますもん、ほんま、どの辺、どのあたり、どのあたりあ、もうなんかね、その、うん歌自体 の、 その歌詞もええんですけどもこのメロディーメロディーねメロディーがすっごいなんか心に響くねちょっと どのあたりのメロディーよかったかなあのねはいサビに行くまでのところの方が僕好きですあまでなうんサビのところよりもどうだどうだ難しいこと言うのかな最初あのなだらかに言ってるじゃないですか、うん、でもなだらかに言っててもちょっとどの辺ちょっとこっちにすいませんあの、うん、そのメロディーはいこの辺水素水とアスタキサンチンソープダブルで抗酸化作用もともと、乾燥しがちな肌なんですけれども、洗顔をした後もしっとり感がすごく続きますのであのおすすめの石鹸です1本のスティックで100リットル作れる業界最安値水素水紫外線予防の王様抗酸化作用のアスタキサンチンソープ高品質を手軽にアンチエイジング洗顔おうちでエステサロン気分いところで切られてまいりましたけどもいやいやいつものことやし計算通りやから間違いないCD 買ってもいいですかはいそうねはいでここでも、うん、もう告知の方に入っていただきましょうタロニーに、はい告知とともに、うん、ちょっとだけ、うん
捨てとく隊に入った感想、ああ感想入ってどうやったんかなっていうのをちょっと、仲間がまず増えましたね。仲間が増えた、うん、でやっぱりさっき言ったローライブなんかいろんな人いるんですけども、はい、やっぱりそのいろんなカラーがあって、うん、自分に持ってないカラーの人とこう交わることによって、うんうん、なんやろ、自分を勉強させてもらう、自分を磨く、うんうん、そういうもう人生経験豊富になりましたね、うん、はい。そんなもう素敵な捨てて答えがこの度はい、みんなでね、ドラマじゃないこれお芝居やりますドラマちゃうわ、お芝居やります、はい、はい、で、今隊長が言われたように、こちらの2人が主役で、はいはい、実は私もあのとある店長役で出ております。はい、そうなんです、そうなんです、私も出てます、はい。まあ内容は言えませんけど、はい、はい、ね、あの明石のね、あのアスピアの9階南か、歩くまで3分ぐらいの場所にあります、そうですね、はい、捨てて答えエンターテインメントショー、はい、幸子、いつもありがとう、はい、代理やりますね、はい、一つ皆さん、さてロップに出てますよね、はい、見に来てください、よろしくお願いします。生捨てて答えをね、生、舞台の時は捨てて答えまた歌ったりとかされるんですか。もちろんですよね、そうですね、じゃあもう、ね、はい、もうあのね、涙あり笑いあり、はい、はい、あの感動すること間違いなし、間違いなし、間違いなし、ぜひぜひ、それだけは自信ありますよ。その日にだからなんかオーディションあったりとかします、オーディション、入隊オーディションみたいな、あ、もうでそれはね、もう常に受付しよう、なんやったらもうこの後すぐ、はい、あの先ほど紙渡しますんで、はい、皆さん入っていただいて、はい、よろしくお願いします。わかりました、じゃあその場でね、あの、はい、感じています、感激しながら自分も入れる、ね、いい素敵なあれですね、グループですね、はい、はい、なんか固まってますけども、うん、ウェッジがちょっと総括させていただくと、ね、はい、捨てとこ隊、うん、まあ、ウェッジはローザ隊なんですけども、はい、あ、まあ、あんな、まあ、格好して恥ずかしないんかとか、うん、いろいろ、まあ、言われることもあると思うんですね、うん、でもやらずに後悔して人生終わるよりも、うん、やって後悔した方が、うん、後悔するっていうか、やって失敗したら、うん、それは、ね、ああ、ええ経験やったなっていう思い出になるんですよ、うん、でそういうような人生を送ってほしいということで、皆さんに人生楽しく生きましょうということを発信しているということで、はい、絶賛してます、はい、どこだよ、どこだよ、どこだよ、ほんま泣きそうな顔ほんま、ええことですよ、はい、あのもう時間ないですけどね、はいはい、あの皆さん、あの、はい、捨てて答えか、はい、ローザ隊、うん、どっちかに入ってね、はい、世の中楽しみますよ、はい、よろしくお願いいたします、はい、行きましょう、じゃあ今日は本当にありがとうございました。